まだお…りょう…きゅー寝れねえのか。ああ、あんな戦いの後だと…修二…ま、無理もねえや。少し考えてみたんだ。この世界のみんなもいろいろ考えているみたいだけど。教授の手伝い？なんだよ、リーダーリーダーは葵くんが頑張ってくれている。お母さん、僕はもちろんリーダーでありたいけど、それは今は父のような力あるリーダーシップよ教授を見ているとね。ああいう理知だから、あの人の近くでそういう人間…そうか、しかしリーダーな、実質タクマがリ…うん、確かに僕の理想のリーダー像はタクマが戻ってくるまで。ああ、あいつがいない分はよ、葵とかお前の…俺もまあ…リョウ…ああ、頼もしい…僕も頑張るよ。キキあ、君たちもよろし…心配かけたみたいだね。みたいだね。じゃ、おいおい、カイト、そんな言い方。まあまあ、いいじゃん。無事だった。ふむ。そういうわけにはいかない。あなた、廃工場で私たち、答えて、できるだけく。葵さん、厳し。でも、私たちが。葵さん、なんだ。そうかしら。君が不在の間、語り、見てわかる通り、霧もどんどん濃く、だから、一刻も早く脱出。そのためには少しでも情報が欲しい。わかった、話すよ。元の世界に戻っていたっては。ああ、だから驚いたんだよ。常世と内潮では時の流れが違う。みんなが無事なうちに。違いない。もっとも、ねえねえ、一つ、元の世界に戻れたなら。元の世界でのこの…あ、このまま霧に包まれたこっちの世界が元の…だから僕はも…みんなを助ける。それでも…して…タクマ、タクマくん、さすがた…で、行き…お兄ちゃん、違う、さ…でも…重要なか…みゆきだと。みゆきさん…みゆきはもうダメだろ。そんな簡単に言わないで。みゆは黙ってろ。うちのためなんか。二人ともいい加減にしとけ。まずはタクマの話を聞こうぜ。みゆきが重要な鍵ってなんだよ。あ、元の世界に戻る仕組みはわからないけど。じゃあやっぱりできると思ってるのか。必要ならやらないといけない。なんでわからねえんだ。もう、そこまでにしよう。カイトの気持ちはよくわかる。そうは。カイト、僕たちの目的は一日でも長く生き延びることかい。もちろん現状ではみゆきちゃんの奪還は、しかしそれしか道がない。さて教授、みゆきちゃんと。みゆきは。その話はまた後に。教授の考えを聞かせてください。取り戻したいのならば、あれの本質、祠、伝承、史跡、どこかにあれについての探すのであれば、僕も手。もちろん俺たちも手伝うぜ。みんな、くれぐれも喧嘩はしちゃダメだ。修二さん。ええ、最近はあんまリーダーリーダー。そうなんですか。もうリーダーはいいのか。いや、なんというか、今はリーダーとしての
みんなを鼓舞したり引っ張っていく役。僕は彼女とみんなとの調整とか。リーダー。いやいや、もちろん。でもね、僕には僕らしく、その一環として、ここ最近。教授にですか？あの人の理知的で落ち着いた雰囲気は、彼のような先達でありたいと思っているよ。最近の習字ね、すっごく楽しそうなんだよ。そうだったんですね。まあ、今は僕のことよりもみゆきちゃんのことだね。彼女が鍵か。教授なら何か知らないだろうか。みんなちょっと、キュタクマくんも戻ってきたことだし。な、じゃあ私も手伝う。ありがとう、サキさん。みんなは準備ができる。ねえ、どうかした？その…葵さんは…ええ…ひとまず、ゆっくり休んでからにしましょう。それから…また会えてよかったわ。戻ってきてくれて。さて…
教授。ああ、いいところに。二人とも、壁画から何か分かりましたか？ああ、たくま君が。そんなに簡単に分かる。それは…ただ、本当だ。そうだね。おそらくこれは…さらに教授は…修二君、その…どんな仮説…そうとも考えられるというだけの話だ。うん、さて、それに時は元寇の頃、鎌倉より数名のそれは僕らの世界の神社にあった古文書の一節だってさ。鎌倉時代に時の権力者が獣神の力を得ようと若者5人を生贄とし、人間と獣神が共存していたんですか？この壁画と古文書を信じるならそう。しかし生贄のうちの一人が邪念を抱いており、結果として獣神を、そして獣神の世界が狂い、今ではその荒神を鎮めようと市中の。それについてはこの奥の壁画から分かったことがある。他に比べて明らかに詳細。ああ、すまない。わかるかい、タクマ。区切られた二つの領。これ、この壁画に描かれている。なるほど。ただの異世界というわけじゃない。だろうね。ピエモンはこのゲートを開いて。いやはや、私も修二君にこの話を聞かされたときは。ゲート、個人なのか広く伝わる技術なのか、いずれにせその根拠が。え、人間と獣が次第にゲートを維持することができなくなり、二つの世界。タクマ、まさか。ああ、神隠しのゲート。まあ、あくまでも資料の一つと考える方がいい。さあ、次の壁画に行こう。さて、修二君のこの壁画については解読が必須。その上で解説すると。そうですね、みんな慌ててるよ。何か大きな力によって、見ただけでわかるのはそれぞれの壁画にはつな。そうすると問題は時系列ですよね。前後を判断。まあ今はわからないのだから仕方ない。さて、タクマ君、覚えているかな、荒ぶる獣。あ、市中の獣神。その大陸から伝わった伝承に指針というものがある。この指針といえば、東西南北、そ指針。そんな獣神に協力。さすがに存在も不確かなものの力は当てにできないな。そうだね、指針。でもこのこと、とこの場所を調べて駆け足で説明してしまったが、どうだろう。あの団地。おや、そろそろ。あ、聞きたいことが何なのかは分かっているが、今は目的につながることだけ。今の会話。いえ。わっ、なんだ。あ、すま、あ、いえ、たまに。今回のも。僕も数日前に着信。そうで、読めないのでは仕方ないね。今は一旦忘れよう。さあ、タクマ、僕。ええ。
無駄だ。ああ、今はとにかく拓馬くん、ショックかもしれ。ごめん。私がやろう。ビルです。どう戦うべきか。どう欺いてやるでしょう。私がやろう。ビルだぞ。どう戦うべきか。どう欺いてやるでしょう。私がやろう。どう戦うべきか。どう欺いてやる。あの獣は一体…みんな大丈夫？悪いけど…
これでお前も分かったろ。彼女の悪魔、辛い気どうにかしたいけどさ、どう さっきの戦闘中、彼女を正気に戻す鍵は。そうは言うが、仮にみゆきちゃんを正気に戻、廃工場でのことをみんなのおかげ、悪いけど大した収穫はなかったよ。今僕たちが置かれた状況の解決には、いや待つんだ。あの壁画によると、主は、しかし今はその逆とするならば、主を封じ、神獣がヒントを握っている。いやいや、興奮してるとこ悪い。描かれていた神獣が指針そのものであるならば、それぞれと、しかしこの世界、つまり確証はないってこと。ああ、役に立てなくてすまない。どうしたミュ。違う、あのおじいちゃんはこの世界の生き、遊園地への道は分かんねえけど、このままいても事態は進展しない。行こう遊園地。なんかやべえ雰囲気。みんな警戒を怠らないよ。おい、ひとまずこの後、おう、保護した者たちは一旦敵、怪我のひどい子は動、思ったより無事な子、ひとまずは安心ってことか。なら次は敵を、ジジモン、今回は何よりもみゆきちゃんを助ける。ジジモンがいるのは玉座の間。うん、別の通り道も見つけたから準備はできてるよ。それじゃすぐに玉座の前へ行こう。外には敵がちらほらいたけど、戦わないで済むなら。いや、
ミユの大事。熱くなんないでよ。追っ払い。しかし、こうなってくると。確かに。主の目的につながる何かがある。今。この先が玉座。ここも。ミユちゃん。ないよ。ちぇ、こうなった。この寮の壁崩すの。じゃあど。ジジモン、いるんでしょ。あれ。え。ほほう。ジジモン、よかった。もちろんじゃ。うん。すぐ。おお、お主ら無事じゃ。ジジモン、たくま、ねえジジモン、長い話になる。10日ほど前になるじゃろうか。来た。わしらはいつものようにやり過ごそう。霧の中から手だけではなく化け物。あの娘は。あの子。おお、そうとも。一体あの娘に何があった。以前に会った時には化け物どもを率いて遊園地を荒らして回るようには。みゆきは主のよりしろにされている。おお、主。僕らが拠点にしていた学校も襲われた。さもありなんか。主、どういうこと。この遊園地も校舎ももともと人間の記憶から。ゆえに主は破壊しな。話が。世の中には時にお主らは。みゆきをた。おお、僕たちが。だからみゆきを取り戻す手が。もしみゆきを奪還し心を取り戻す方法があるなら。残念だが不可能じゃ。この世界のすべて四体の。お、神社そばの祠の壁画に記した。あ、それ、うん、修司君の協力の甲斐あって調査を進めることができた。その壁画を読み解いて私はとある仮説を考えた。主の力を封じるために。正式な名はやはり私。しかりお主ら人間のせ。もともと遥か昔の話だ。わしが生まれるよりも前。やがてその混沌の中からそれが。だが主も全知。その主を支えるために。そ、何の話をしてやがんだ。ま、今は黙って話を聞くしかない。お、つまり主を支える力がよ。そうではない。支えている。つかみ縛り止めているのじゃ。今では主を封じている。ってことは何か。その死生獣とや会えるもの。どういうこった。おそらくお主らの世界でも。つが、わしが生まれてからこの方。し、肝心なところは。寮やめないか。ジジも。しかし東西南北か。まあ一つ忠告できること。さらに強い力を得ようと自分自身を縛り。勝ち合うかもしれねえってことか。おそらくは。ん、面白いとでも言うと思うが、どの道帰るには危ない橋の一つや。嫌が王でもやるしかねえんだよ。ほっほっ。ようやく世界を救うために。なんか大事になってき。ああ、僕らがやらねばならないんだ。な、何？地震なの？いや、違う。これを。見てたグマ。この声は。
じゃな。やべえ、バリケードが崩されそうだ。このままじゃ抜け道とかそういうものはあればとっくに使っておる。あ、ある、あるよ抜け穴。それって落とし穴？あの、そうだ。マジか、また落ちんの？今はシノゴの言ってる日。ジジモンさんや戦えない子たちを巻き込めないわ。よし、ジジモンさんや。急げ、もう扉も持たねえぞ。早く、みんなこの穴に入って。タクマ、サキとミュウです。天井が崩れて、サキとミュウが孤立。霧が入ってきやがった。よし、僕がミュウちゃんのところ。タクマ、君はこの穴に。わかりました、シュウジさん。だっ、仕方ねえ。ありがとう、二人とも。後で。ミュウちゃん、気にしないでくれ。まったく。お兄ちゃんは？ああ、すまない。さあ、はい。あぶねえ。危なかった。リョウ、サンキュー。気にすんな。ミノルがいないみ、周囲を見回ってる。そっか。そうでもねえや。ここもいつまで持つか。あまり後ろ向きなことを言うもんじゃない。今は前に進む方法だけ考えよう。けどよ、シュウジさんの言う通り、後ろ向きになっても仕方ないよ。そうよ、今は気を強く持って。そうは言うけど、ほら、やっ。いいぜ、食うなら食いってんだ。やってや。やけになってはダメよ。勢いだけじゃどうしようもないもん。葵くんの意見に賛成だ。ギリギリの状況。来やがったか。いや、別の方向からだ。考えてみたら、ここの出口も挟み撃ちに合うかもしれねえってことかよ。落ち着け。敵が二手に分かれているなら、僕らは相手が合流しないうちに片方を集中的に。みんな一旦散開して敵の狙いを外すんだ。敵の足が止まったら片方を全力で。この状況でバラバラになるのは危険すぎるわ。誰か一人でも敵に。つかでもよ、ママだと全滅だぜ、葵。おい、みんな。この声、こっち来てくれよ。敵もいないよ。そういうことなら、タクマくん。ああ、みんな移動しよう。壁に穴が開いててさ、ここに繋がってたんだよ。わあ、わしも初めて。たくま、ここ。そういえば、そんなこと言ってたな。わかんないけど、見た感じ、敵の気配は。敵が迫ってるんだ。いいのかよ、この先に。だだったらなおさら急がないと。おう、どっちにしろ挟み撃ちさ。みんな、開けた場所に出た。
先族だよな。え？いや、こんな場所は。じゃあここに散らばっているやつはわしらではないのは間違いないの。待て待て、そもそもな、みゆきは俺たちを狙ってたんじゃないのか。ジジモンも知らないよなんて。あ、どうした。俺が行こう。絶対に勝つんだ。カロデルモン、覚悟はいいか。私がやろう。私がやろう。どう戦うべきか。
私がやろう。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 これは勝ち続ける。もう少し。はいはい、分かった。また追手が来たぞ。こんな場所にこれだけ多くの、なんかビリビリ来る感じ。ひょっとして敵の当初の目的。おい、考えてる場合か。来るぞ。相手になろう。俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。私の番だ。
べきか。私がやろう。私が動く。戦うべきか。続けていくぞ。戦うべきか。どう集めてあげましょう。私がやろう。どう欺いてあげましょうか。私がやろう。私が動く。べきか。どう欺いてあげましょう。私がやろう。私が動こう。戦うべきか。どう欺いてあげましょう。私がやろう。私が動こう。どう戦うべきか。どう欺いてあげましょう。
私がやろう。私が動こう。勝利はいつもこの手にある。あの寮の眷属は強我の眠りを妨げる者。あなたは珍しい。こんな場所にやって。ではどれ、コフルトするか。敵じゃありません。話聞い、侵入者は排除する。俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。私がやろう。私が動こう。番が来たんだね。
うべきか。私がやろう。なんなん。でもあいつの協力をこれから先と、そして必ずだからハグモン。ここでくじけるはどんなに辛くても、たとえ勝てなくても、そうじゃないとお前のこ、その通りだよ。だその強いタクマの気持ちと、アグモン、なんか変だ、痛いよ。なぜか気持ちを、これってまさか、違うんだ。もうそ、シュウォーク・レイモン。驚くのはそこまでだ。なかなかやりおる。もっと、まずいぜタクマ。さすがにもう一回戦うのは。けど向こうはその気だよ。そこまでです、バイフーモン。かバイフーモン。でもそれに彼らのな、そうだ、よくわからねえけど、だと思うけど、バイフーモンとはまさか死生獣の、死生獣、つまり正確にはあの方の従者の人。私たちは朝廷の命により、そう、神獣の力を得て、そのために私たち5人は。そうか、そう、いまいちよくわからねえんだが、おとなしく話だと思う。ですがその力はあまりにも強大で、私たちの仲間の一人ハルチカは、だから私と仲間は力と引き換え、そしてハルチカを縛るため、しかしそれも限界が来ています。あなたたちが来た、限界が来るって、あの霧のことです。ここにいてもあの霧のせいで、いえ世界だけでなくこの世界、それはきっと私も例外ではありません。つまりこの世界の崩壊の影響を受けて
この世界限界が来ている。ええ、そうです。私が消えるのも時間の問題でしょう。この世界の崩壊がきっかけで全てが狂い始めたのだとすれば、つまりこの世界を正せばみゆきも取り戻せるということなのか。みゆき、僕たちの仲間の一人です。そうか、奇妙な話ですね。いや、そうか、あのように危険な願いを。お願いです、みゆきを助けるために僕たちに近い。僕たちのせ、そのためにもみゆきはどうしても助け、その願い。じゃあ、ならば他の死生獣にあって、ここは西の祠、あなたたちの死生獣の力を使えば。死生獣の力。あなたたちが私と梅風門を知ったことで、春地下を、ここはもう安全でしょうが、他の祠への襲撃はより、ここよりも結界の力が弱まっているのは北、東、今や具体的な祠の所在、霧を目印に北。うち私も。大丈夫だ、僕が覚えておく。にしてもややこしいな。バーッと集まってくる。力が弱まっているってことだから難しい。あとは。なんだ、どうなってやがる。私たちが成し得なかった対岸を。ない。なあ、タクマは向こうの世界に一度戻ったんだろ。うん、時間の、そりゃいい。よく行くハンバーガー屋の期間限定メニュー、あのバーガーがなくなる前に帰る。あそこのバーガーマジでうめえから。